母はスウェーデン王女、クリスティーナ。1 9 9 7年に、ノブゴロドに生まれる。1129年にポロックとミンスク公国を得る。1132年にペレヤスラブリリュースキーの公になる。1146年に、フセボロド2世の後を継いで、キエフ大公になったその弟イーゴリ2世を攻め立て、彼を打ち破って、捕虜とし、キエフ大公位につく。 久々に、モノマフ一門が、キエフ対抗位についたことになる。これ以降、チェルニゴフのダビド一門と同盟を結び、キエフの対抗位を堅固にする。しかし、そのことが、きっかけとなり、オレーク一門の年長者チェルニゴフコースビアトスラフと、敵対し、このオレーク一門は、イジャスラフと争っていた彼の叔父スズダリコウ、ユーリー・ドルゴルーキーと同盟関係を結ぶことになる。 イジャスラフとユーリーは、モノマフ一門の中で、超条件を争っていた。年長制に基づくなら、モノマフ一門の年長者は、ユーリーの兄ビアチェスラフだった。しかし、ウラジーミル・モノマフは、長男、ムスチスラフの子孫に、キエフ対抗意を継がせようと試みていたので、ここでイジャスラフに代表される、ムスチスラフ一門と、おじユーリーらとの間で、争いが生じたわけである。 結局、この時には、キエフ市民の支持を得たイジャスラフが勝利した。1147年には、キエフと全ルーシの不主教に、喫水のルーシ人クリムを任命しようとする大公、イジャスラフに対し、弟、ロスツスラフを含め、多くの者が反発した。この頃、ダビド一門が、オレエク一門と共に、囚われの身である元大公イーゴリ二世を救出し、 イジャスラフを殺害しようと目クロムが、この動きを察知したキエフ市民は、イーゴリが救出される前に、彼を殺害した。1149年以降、約2年間、イジャスラフは、ユーリー・ドルゴルーキーにより、キエフ対抗意を奪われたままであった。イジャスラフは、ユーリーの同盟者たち、すなわち、オレーク一門、ガーリチのヤロスラフ八県校、ポロ別人から攻撃を受け続けた。 1151年以降、イジャスラフは、ユーリーの兄、ビャチェスラフをイジャスラフの共同統治者にすることで、ユーリーとの争いを収めた。イジャスラフはこれによりその島でキエフに泊まることができた。1154年に死去。その後は、弟、ロスチスラフが、兄が気づいた体制を引き継ぎ、ビャチェスラフとキエフを共事する。最初の日は神聖ローマ皇帝コンラート三世の、 娘アグネスで1151年に死別するまでに4人の子女を設けた。1154年に2番目の日である、グルジア王デメトレ1世の娘、ルスダンを迎えたが、イジャスラフ2世は再婚後を間もなく没死した。ありがとうございます。